僕たちはパートナー。僕たちはパートナーだよ。こんにちは、メカニカルガンナーの夫です。はい、今日は、ネメシスのまたデッキの紹介なんやけど、勝率 100% と言われてるデッキで、まあこのデッキでグランドマスターになったという報告があったデッキなんやけど、やっぱネメシスの中でも結構まあ変わってるデッキというか、今ダインの評価っていうかね、評価っていうのがなかなか急上昇、まあうなぎ登りという感じで登っているんやけども、まあその理由としてやっぱ体力1のカードの増えてきたと。で、まあ、相手のフォロワー全て1ダメージ、昔だとまあしょうもない効果やったんやけど、まあ、今の環境であればまあ最強に匹敵する能力、なおかつ突進持ってるんで、まあ、なかなか優秀であると。で、まあ、やっぱりメイシアで決めていくっていうデッキなんやけど、新しいカードのメカニカルガンナー、アーティファクトカードを1枚加える、エンハンスアーチで、まあ、エンハンスアーチだと2枚加えて、まあ、自分の PP を7回復させるというカードで、機構の解放も、自分のアーティファクトカードが出るたび PP を1回復してカードを1枚引くを持つと。これもなかなか優秀であると。で、ネメシスってやっぱ加速装置がスタン落ちしたんやけども、この機械の加速兵が一番優秀なカードかな。加速装置を1枚手札に加えてアーティファクトカードをランダム1枚自分のデッキから手札に加えると。だからこのカード1枚で加速装置とアーティファクトカード両方のカードを加えることができると。だから6ターン目とかやったら加速装置プラスこのカードで加えたアーティファクトカードを走らせて盤面処理してドローしまくってメイシアで決めていくっていう動きが、単純明快にやりやすくなったと。で、ロケットナックルもね、一応入ってるんやけども、まあ、これについてはちょっとよくわからないんやけど、はい、まあ、とりあえずね、このね、やっぱ破壊の使徒もね、強いね。メイシア破壊して、破壊の使徒で殴っていく、これも強いから、まあ、この、新しいね、新しい考え方、360度考え方が変わった、ネメシスを使っていきたいなと。はや勝ちました。ちょっと今日使うネメシスのデッキは、ちょっと難易度がね、普通よりも高いような気はするんやけども、特にこうロケットナックルの幼虫、これもね、あんまり見ないカードなんやけど、このデッキでグランドマスターってなったぐらいやから、まあでもかなりね、腕が試されるデッキ、だこの機械の加速兵っていうね、一番左のカードが、なかなかね、優秀なんやけどね、この破壊の使徒もね、なんかリーシナーの軸に入ってる、やったらわかるんやけど、まあまあでもメイシアね、当ててっていう動きもあるんやけど、とにかくね、難しいんよ、これ。でもね、メイシア先行出して破壊の使徒を出すっていう動きは、なかなか優秀というかね、メイシア当てて、みたいな。小賢しいことして、おーおーおー、トレースアーティファクトの幼虫引くか、これメイシア行こうか。ただ、ここでメイシアを出したときに、次のターン、メイシアが破壊すると破壊の使徒はいけないんやけども、ここ思い切ってメガネの幼虫をバチコリとメガネの破片を飛ばしていく。そして、ここはうざいから盤面を取っていくと。トレースアーティファクトもな、3コス22でさらに22のカードを受けるから、かなり優秀なカードなんやけど、しかもメカニカル、はいはいはい、オッケーオッケー。で、ユーチューブやったーで、だいや、もうメイシアもう1枚引くんやったら、別に破壊の使徒でコストダウンする必要性っていうのはなくなったわけであると。むしろ2、3を残しつつね、横盤面展開のが強いよね。このカードもエンハンサーチャーが強いんやけども、まずは1点目いきたいが、さっきのちょっとね、このデッキまだちょっと熟知してないというか、いまいちわからんのやけど、さっきこのカードが2枚をデッキに加えるか、メカニカルガンナーは一応機能すると。僕が銃の声を聞く。まあこっちの歌でえぐ。えぐいな、ちょっと待って。やばい、これえぐいないか、ちょっと。盤面勝負のエルフにおいて、あの、悠長やば。もうさ、悠長すぎるぞ、そんな。スターバックスに行く悠長の、なんか、ね、スターバーでなんか、アイマックしてるような連中と一緒ぐらい悠長やわ。盤面。まあ、メイシャうざいからな、取るけど、これでも、さすがに盤面がやっぱ強いよね。しかも機械の加速兵が加速装置を1枚手札に加えることができるんで、なおかつアーティファクトカードをランダムじゃ自分で、でもアーティファクトカードはデッキにないと。加速装置だけを加えるという感じやね。ただデッキにこいつ、
でもこいつ自体が3個セア。でもこれ4いくのはちょっと弱いような気がするんよね。であるならまあここは加速兵行こうかな。許さないんだでもちろんのこと加速兵進化かな、ここは。うん、まあでもあんま進化をね使いたくないんやけど、まあ加速装置が次見えてるからな。ここはこう行こうか。うん、これ66のスタッツ相手取れるかどうかも結構厳しいが、これプレミアムがマジでかっこいいなあ。さあメイシア10ターン目に決めていきたいが、これなコルワ小賢しいぞ。コルワが出るということは先に10ターン目にメイシアをいけるのかっていうところであるが、まあインスピレーション相打ちをする、優秀なことしてくんな。ティル引いていくか。ティルも9ターン目とかに出すと強いが、加速装置がここのねあんまりメリットがないが、機械の加速兵むずいねこれ。でもまあデッキに加えるカードはないわけであるから、であるならば加速装置プラス機械の加速兵置くのも悪くないかなって感じ。まあここはダメージ与えて、うん、どう考えてもちょっとデッキに加えられないんで、これこうかな。有酸ガス強くないか、ちょっとこれ。だってエルフは進化系モーター使ってやらなあかん。まあでもカーバンクルがいるからな、1コスのカーバンクルのきらめきを使えば、倒せるわけではあるが、まあネメシスの中でもこのデッキは勝率 100% とも言われてるからな。やっぱりそれ嘘偽りない。あ、ゆうちょ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 、しかも必殺小賢しいまあ4-3で2-2当てて、でまあヤブンハールでまあ4-5とまあ取るって感じじゃないけども、まあ、ワンチャン3人を残すという考え方もしそうな気はするな。でもそれされた方がうざいかな。これ相打ち取ってくれた方が嬉しいような。ん？小賢しいな。まあさすがに失踪やもんね。まあ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 。異次元からの侵略を引くだ、シャキ。異次元からのし、いや、これメイシアさ、下げても一気に行くっていうさ、チンパン行為してもいいわけでしょ、これ。その筋強いぞ、だいぶ。ただ、破壊された枚数がって感じはあるけど、加速装置が見えてるっていう点もかなり強いからね。で、これでマイナス3してしまえば0やから、誓いの一投で7なんで、って感じなんやけど、まぁ、ちょっと破壊された枚数を見ると、1、2、3、4、5、6、7。やから、まあ、あんまでも打点はたまらんって感じか。であればここのターンは盤面を押していった方が強いような気もすると。いやでもメイシアプラスは嫉妬でいいんじゃないかな、ここは。うん、はいはい、まあ、とりあえずこれのコンボを完成させて、最も後ろで私は彼女を見つめる。まあちょっと打点は入らないけど、さあこれで失踪、9点かな。あ、じゃあ4やから、7で11点ぐらい出るって考え方になって、って考え方やけど、まあ相手が16点決める前に多分こっちの方が早く終わるよね。だから悠長すぎ。もうそんな小賢しいだけで勝てるわけないでしょうん、まあ一旦ここね、ゆっくり抑えてで感じでいこうか。さあし、あー小賢しいな。いやでもこれも勝ちみたいなもんでしょう。異次元からの侵略、ティルで、攻撃型のゴーレムとかやけど、これはアーティクトフォロワーやもんね。まずこれ使う感じかな。まずは1点目。うん、まあティルのまあ正しい使い方して、でメカニカルガンナーで、サーチしていくと。ああ、で加速装置を置けばアーティファクトカードなんで、ここは下がっていくという動きが見えるんやけども、ただ あんまり意味がないんやけど、まあ、うん、あんま意味ないな。でも4で6やから、まあでも意味、うん、むずいなこれ。1使って3やから、まあ一応意味はあるって感じか。まあ、一応こう置いとくか。さあ攻撃型のゴーレム置く。
で、これでニコスのシーンを置くっていうのが一番、濃厚って感じかな。まあ、メカニカルガンナーでさあつながりから、まあ、ここはシーンいこうか。さ、主語をしっかり張っていく。でもこの時点で、次のターンメイシア進化で、3やから11足す4なんで 15?15 かな。15の打点が多分出ると思うんで、まあおそらく勝ちであると。これは多分勝ったなって感じなんやけど、まあ多分これで勝ちじゃないかな。私は世界を蹂躙する。サッカーバンクルのきらめきとか悠長なことしてくんな。はい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 。多分15点入る計算上、もし入らんくてもメカニカルガンナーからの、加速装置とか分回していく感じでもいけるし。あーで、まあしかもこのね対戦相手メイシアを、ゼロ個数になってるってのは目の前で見てるわけであるから、あ、悠長すぎるぞ。回復すんのうざいな。だから小賢しいことすんなよ。はい。おお、ダイン引いていくのはなかなかでかいな。相手のリーダーと相手のオーラ全てに3ダメージを与えていく、1ダメージ与えていく。ここはメカニカルガンナーの汁を出すのもありだが、1枚ではなく2枚を加えるやけど、あんま意味がないな。デッキで含まれてるのは1枚しかないわけであるから、まあ一応破壊された枚数っていうのを考えてみる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11足す12やろ ?12。これ勝ちやないこれ。え、これ勝ち、勝ちやんこれ。え、待って、え、勝ちやんこれ。え、勝ちやんな。私はここで英雄を誓う。え、勝ちやんな。まあ、ちょっと私の計算が間違ってたら、まあ、それはそれで、まあ、世の常っていうことでいいんやけど、まあ、多分合ってるよね。はい、なんぼ？うん、まあ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 、そうやね。まあ、算数やからな。うん。明日がある、明日がある。さあ、オルガやったっけ？ちょっと自分はアニメな、原作ちょっと見てないんやけど、止まるんじゃねえぞ。なんかよくねネタにされてるけど、自分オルガか知らんけど、さアニメ見たことないからいまいちネタがよくわかんないんやけど、とりあえず目の前の敵をぶちのめす、うん、それだけのことや。先行のオートメーションを残すんか。でもメカニカルガンナーで加えられるんやけどな、結構重要やったりするが、先行やから、まあちょっと、あー、まあまあまあ機械、まあ、うん、結構オートメーションってね重要なカードなんよ。重要なカードなんやけど、まあ、さ、メイシアの汁引いていく。まあ試作の機械兵はね、ニコス22で、まあ、結構強いカードやから、このカードは今後ね、どんどん使われて、おー、いいね。うん。ただ、メカニカルガンナーで、読んでも、試作の機械兵、レディアントなんとかは3コストなんで、余ってしまうっていうね、感じなんやけども、ダイン引いていく。ここ、メイシアを捨てるのか、それとも、って感じやんね。まあでもドロー加速装置、いやーでもメイシアこれむずいね。メカニカルガンダー2枚貼って次のターン3で4でいく。まあメイシアをねドラゴンで出すのはちょっとあまりだって意味がないもんね、ぶっちゃけ。うん、まあちょっとメカニカルガンダー行こうかな。ここはじっくり声を聞こうじゃないか。まあ果たしてこのプレインがいいのかわからんけど、まあやっぱ3枚しかできなくて、やっぱデッキの枚数が増えていくネメシスというまあ考え方のもとで、でもまあ私ね思うよ、メイシャ2枚目が多分10ターン以内に来ると。ああ、いいね、ロケットナックルはなかなかでかいな。まあ普通にここはカボチャ置いといて、ブーンブーン、グランドピアノみたいな音しやがって。あ、まあネメシスといえばね、こういう、あ、こさかしいことしてくんな。あー、なんか進化したら効果、確か、アーティファクトっていうか、なんか1コスのカード出てくるよね。だからこさかしいこと、こさかしい、こさかしいな。まあフローラル、気候の解放か。なるほどね、ロケットナックルを使う、1枚捨てた場合アーティファクトカードっていうのが
トレーサーということだけなんで、トレースプラスロケットナックルで除去をするというのも、盤面取れるのか、まあその方が強いかな。進化をね使う、いやもう進化使えたらまあ加速兵の方が強いか。これちょっと難しいね。加速兵アーティアクでも、アーティアクは次のターン出したいね。できや、うん、まあここから入ろうか。でここの1枚の進化はしょうがない。でもこっから進化権を、1回も使わないという、まあ、試練が待ってるんやけども、これ相手アグロドラゴンみたいな感じなのかな。まあ結構流行ってるとは聞いたんだが、だから小高しいことするなっつってるでしょ。進化これ結構強いよね。すべて無料。いやこれは小高しい、小高しい、小高しい。うーわ、小賢しいことしてくんな。なかなか、なかなかやるじゃないですか。加速装置をジャッシュで、気候の配方が、アーティファクトカードが出るたびカードを1枚ドロー、そして PP も回復できるって、まあ、有能なカードではあるんやけども、まあ、ダン行くよりは、トレースとかをまあ投げていった方が強そうな気はするが、ただ盤面除去が厳しいって感はあるね。だから一旦まあ、ダンを出すのも悪くはないかな、という感じやんね。44は処理したい。まあでも、いや、こいつうざいな、マジで。でもデッキにそんなアーティファクトカードがな埋まってないんだよな。カード1枚ドローしたところで感はあるんだが、まあこれいくか。さあ1枚ドロー、おー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 、いいね、いいよ、いいけど、とりあえず除去、試作の機械兵、ロケットナックル、まあ除去、まあ44ちょっと破壊できない、これは致し方ないな、うん、これ致し方ない。まあ次のターンダインで取るみたいな感じで行くしかないかな。まあこいつ自体もあのまあ体力上がるんやけど、いやまあだから小高しいことするなんて言ってるでしょ。演奏、ただ体力が1なるはありがたい。ここでダインをじゃあ、打つ感じでいこうかな。オートメーションもなかなかでかいな。ここでダインかな。ダインをジェーして、剣を乱れ、俺と一緒に遊ぼうぜ。んで、まあ、どっち倒してもって感じないけど、ロケットナックルがなかなかやっぱ優秀やんね。まだ見ぬ先へ。まあドローのカードと、まあ守護とかがいいかな。失踪で押していける自信はないから、こうドローのちょっとカードをいっぱい加えていく。ただちょっと手札がなーって感じやな。もうワンチャン次のターン厳しかったらメインシアを投げるしかないね、これは。いやでもなんかダインも結構刺さってるね、今の環境。うん、今の環境やっぱそのなんやろ、体力1のカードに1ダメージを与えるっていうね、その能力が結構ね優秀だ。小沢強ないか、ちょっと。お、み、あーこれ小沢かしいな。小沢かしいな。これもう名車1枚出すか。あー致し方ないような気がするな。気がするっていうか、もう出さないと。これミディアムで加速装置で回していくしかないね、これ。うん、だこれもう致し方ないんで。おー、いいね。機械の加速兵は強いが、まあ、ここはミリアムでアーティファクトカードを加えていきたいね。あなたの居場所になりたいんです。おお、いいよ。うん、そういうカード、守護なかなか強いんじゃない、これ。しまいだ。守護のが優秀やね。こんなんどうでもいいからね。力で、メイシア。いや、これ待てよ。視界の一刀を加えた場合は、
自分の映像でプラス4する疾走を持つ。まあでもメイシアのが強いか。まあでもこれはあえてメイシアは破壊しなかった。次のターンメイシア進化で、強化されてしまうとまずいと、さすがに。やめろよ、演奏とかしょうもないからやめろよマジで。そのおお、でも俺進化するしかないんちゃう、これさすがにメイシア残した相手負けやもんね。ここの進化つかしゃんでかいが豪さん顔くるのが痛すぎの剣髄で、メイシア取らないとまずくないか相手。これメイシア相手計算しとるしいやメイシア取らなかったらまずくないか。2、4、8、9、10、11か。11+4やから15、16、リーサル取らないとこれチンパン行為になっちゃうね相手。これ取らないと負けやね。ただこれ取られたら、だから取るしかないぞ。取る一択なんだがこれ取る一択やな。いやでもまあ取られたら取られたで、ね、であれば、まあ加速兵でアーティファクトカードをデッキから読んで、あーいいよいいよ。で突進いいねー。盤面取って、だ次のターン名車でリーサルだぞこれ。7は入らないから、ただフォルテから今しょうもない動きをされたら負けやけど、まずうわおでも6、うんこ、なんでそんな強いんよ